今ならウィンチケットに新規無料登録すると最大で8250ポイントがもらえるチャンスです。登録は画面の QR コードか概要欄からお願いします。皆様おはようございます、ポカマルです。本日は G1 全日本選抜競輪の最終日になってます。ということでまた本日は家から全レース分回しぶち込み勝負を開催したいと思います。イエーイ。今節の G1 は調子は良くもなく悪くもなく、近場の競輪場まで行って買おうかなとも思ったんですけど、もう顔バレもしてるんで家で落ち着いて競輪やろうかなと。競輪場行くと騒げないんでね、家にいた方がギャギャ言いながら撮影できるかなと思いますんで、家からお届けしたいと思います。10万ぐらい勝てたら激アツなんですけどね、買っていいご飯食べたいと思います。決勝も楽しみですね。めちゃくちゃいいメンバーが揃いました。動画を最後まで見ていただけたらと思います。1レースです。調子の悪いメンバーが揃いました。そうなれば53戦の短期原田が前がごたつけば一撃ありそうですし、全然人気もしていません。売れてる時の原田は買うべきじゃないんですが、ここは狙いたいと思います。原田玉から1着149の2射単3点で勝負したいと思います。原田いいとこいる。松田先頭を取っていく打者を迎えます。さあ打者を迎えて後方から2番伊藤相馬が一気にスパートしてきました。現在4番手あたり展開速くなって、カーブレースはいよいよ最終周回に入っていく。原田の一発、2ゲームは5番の小松田が入って、原田原田いけそう。あ、原田も来れそう。原田先頭にいけ、あ、現在3番手あたりまくった。2番伊藤相馬、9番中本翔英、九州の2人が、あ、もう一発。あ、原田いいよ、めっちゃいいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。まくり切って、うわー、それを牽制する。9番中本翔英、直線コースに止まった。6、9、6、1いける。あ、ダメだ。うわ、惜しい。さらに内を8、いや、めちゃくちゃ惜しかったっすね。やっぱ補充の分体力も残ってたんでしょう。いいスピードだったんですが、当てたかったですね。2レース菊池の先行が濃厚なので、長島の抜け出しが本戦でしょうね。積極的に叩いてきそうな相手が渡辺ぐらいなので、展開が向けばあっさり勝ってくれるんじゃないでしょうか。3頭から467、2射単3点で勝負したいと思います。体勢に入っていく、まもなく打者を迎えていきます。いいじゃん。あ、これ長島だった。さあ打者を迎えて、やはり4番菊池が先行体勢、そして中段椅子となりますが、1番の岡崎が現在、うわー、打ち作ってきたらやだ。4番手であれば3番手に切り込んできたのは7番野田健一。さあ7番野田が6番の磯根競りかけて激しい3番手の取り合いとなりましたが、7番野田健一が3番手を取った。スイスイと抜けていくのは4番の菊池、番手は3番長嶋大輔、後方からは3番渡辺和成、5番の佐々木雄一と北日本勢のまくりが飛んできた。バイセンターの側に勝って、それを懸命に牽制している3番の長嶋大輔、直線コースに帰ってくる。8番渡辺和成か、コースは3番ゴール線上は渡辺のまくりのスピードはえげつなかったですね。8-3だったらワンチャン変えたような気もしますが、まあ G1 なんてなかなか当たんないんで切り替えていきましょう。松本の動きがそんなに悪いようには見えないので、大石の先手の展開からいいポジションにいればまくりが決まるんじゃないかな。後ろもしっかり追走して7-4軸3連服でいきましょう。相手1-2-3-5 4点で勝負したいと思います。さあ2番の大石がここはダッシュを迎えて先行体制、3番高橋樹月が中段4番手になりました。7番松本博之現在後方7番手となって、レースはいよいよ最終周回に入っていく。2番の大石が基本は逃げていきます。3番高橋樹月が中段4番手を切り、後方7番手から7番松本博之がまくってきて中段5番手あたりか、さあ中段からは3番高橋樹月もまくってきた。まくり合戦の様子を伺ったか、先頭は2番の大石、2番手は5番の鈴木博之、2番いけるいけるって、あ、347もいい、あ、いいんじゃない、ある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 、347、いやー、4まで、よっしゃ、決まりましたね。高橋のまくりに乗ったのがうまくいった感じです。しかも車検もでかい。めちゃくちゃ安心しました。これで全敗はなくなりました。4レースは2パターンに分けて勝ってみます。長く足の使える根田から17軸で相手3459の3連服。あと1発あるなら4番の中川。短期でのまくり足結構あるので、オッズもつきますし、中川頭から3579、2射単で勝負したいと思います。8番手となって打者を迎えています。ダッシュを一気にかませ、一気にスパート、はい、ありがとうございます。よし、このまま押し切って、根田さん押し切ってください。そして3番いいじゃん。あ、なんか赤が最高峰だな。そのまま何も起こないで、うわー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 、すごい来た、いっぱい来た、よっしゃ、ブロックして、そのまま、うわー、ちょっと厳しいね。あー、めっちゃ飲み込まれた。5番山田久典が続く、さらに2番長くも追い込んでいく、さあ最後は5番山田久典、ゴールは5番、3番。まあ中川も最高峰でしたし、値段も結構あっさりやられちゃいましたね。ちょっと完全に読み違えたかな。山田から勝ってれば立ったかなっていう感じですかね。ここ結構難しいですね。森田が佐々木かで悩んだんですが、まあ森田のキレの方が1枚上かなと思いまして、成田とのワンツー狙ってみました。まあ細切れ戦で展開も読めないですが、2射単の折り返し2点で勝負したいと思います。
佐々木は現在候補に追いやったのいい。モリタいいよ。スロペースとなっている。いいとこいる。前4番の山田亮候補を牽制しながら、3番の渡辺怖いな。交代制に入るか。2番渡辺優太が3番で1本ボール再生。早くない？早くないか？5番の森田優也、いやー佐々木ついてきちゃってる。5番の森田、バンテラ3番の成田和也、そして7番の佐々木が現在3番手でバックスレッチへ入っていく。うわー、番やっぱり来るよね佐々木。ブロック、ブロック、先頭は依然として5番の森田、あー乗り越えられる。第2戦闘が始まった。2番手まで7番佐々木剛が迫っている。最後の直線勝負、7番の佐々木剛がここは力で抜け出した。佐々木の方が強かったっすね。7-1から勝ってたら当たってたし、こっちの方がオッズも良かったんで、めちゃくちゃ悔しいんですが、しょうがないかな。ここは決勝前のプチ勝負といきましょう。天下の北鶴大先生ですね。このメンバー構成は、まくりが決まる匂いがプンプンします。急に1点で、男の1点勝。これバチンと当てて、ウハウハになりたいと思います。6番の川端も迫ってきた場所を迎えて、いいじゃん。うわ、めちゃくちゃいいところいる。はい、当たりました。ありがとうございます。ここ北鶴さんがまくったら当たりです。これ大丈夫でしょう。集団5番手、ね、あー、前結構離れてる。6番の逃げる、大丈夫だろう。番手は5番の、もう吉田足残ってない。北鶴まくって、よっしゃ、まくった。 OK、 スピードがいいです。はい、大丈夫です。岩津のブロック来い、岩津のブロック。そう、外回って、はい、ありがとうございます。はい、当たりです。はい、北鶴さんありがとう。刺さないで、刺さないで、刺さないで。お、刺された。きつー。いや、マジで当たったと思った。井上、縦足ありますね。これはめちゃくちゃショックがでかい。7レースは寺崎、短期になったら走りやすいんじゃないですかね。いいまくり足持ってるんで、町田の先行で、他が仕掛けたところを上からガツッとまくってもらいましょう。寺崎の頭から、相手1378の2車単4点で勝負です。的場近寄り、ここがやって打賞を迎えた。展開早い。こちらが最終的に勝機を取るのが、3番の松田大河が、お、これまくれそう。しかし6番的場も引かない。熱レースはいよいよ最終瞬間。これ絶好じゃないですか。ここは2番松田大河、いいですよ。5ならでいいんじゃない。2番手が8番の松田大河、はい、寺崎のまくり、はい、決まりました。あー、なんか出悪い。落車があった。よし、乗り越えろ。 5-1 5-7、よし、乗り越えられる、乗り越えられる。はぁ、おい、相手宿口だぞ。おい、4番宿口が押し切れ、ゴールは4番、1番、7番の寺崎。なんか出が悪かったっすね。でも宿口に負けたの気に入らないですけど、宿口に合わされるは屈辱的だなぁ。まあ寺崎の調子がいまいちだったってことですね。信頼度はあまり高くないんですが、新田が1枚上かなと思いまして、71点でいきましょう。最近の慎太郎先生はちょっと縦足鈍ってる感じがするので、1点で勝負したいと思います。第3番手に下がりました。後方から2番のトットリユーゴがスパートしてきた。ダッシュを迎えていきます。ダッシュを迎えて先手を取ったのは2番トットリユーゴ、番手は4番の小原大臣、そして3番手8番小川祐介、2勝3名ができる。そしてその後方には5番鈴木隆一がついている。それならなんとかなる。1番の日程雄大は現在中間5番手につけている。逃げ子は2番のトットリユーゴ、番手は4番の小原大臣、そして8番小川祐介と西のラインが主導権を取っている。中段の4番手から5番の鈴木隆一が先にまくって、現在3やる、ある、ニッタある。先頭は依然として2番のトットリーグで4コーナーから直線コースに帰ってくる。いやー、一ならいや、届かないね。2着からそうす、めちゃくちゃ道中に行った応援してましたけど、誘導員の追い抜けでやられちゃいましたね。これで長期欠場、かわいそうですけどね。点がゴミくずになるのもマジで気に入らないですけど。いいメンバー揃いました。ここも2パターン。犬伏のかましが決まったところ、小栗追走で、相手7球の3連複2点。あとは、マスギが骨折明けだけど、そこそこ強い競争してるんで、9-2軸で相手1-3、ここも3連複で、合計4点で勝負したいと思います。一気にペースが上がっていく。中段から動いた4番谷口、後方からは1番の犬伏が一気に動いて、ダッシュを迎えた。ダッシュを迎え、9番の松井が突っ張っていく。ホームからまくりがなくなったら1番の犬伏優也、1番犬伏が最終的に勝負を決まって、9番松井がここは番手が、しかしながら5番の小倉隆二が続いて、1番5番西野豚に、そして9番松井が3、現在3番手、4番手で2番の小橋恵が続く。中段からは8番の坂本がしまくる。1、5、9、無理だよね。1、2、9でもいい。1、2、9ならあるよ。あー、谷口が、あー、谷口だ。いやー、谷口だ。2番、4番の並走状態、直線コース、1番、ゆるし追い込んだ4番車、ゴールは4番、7番の体勢で、まあ、軸の2人で叩き合っちゃいましたね。まあ、そうなるとまくりごろで谷口にやられちゃいました。ここはもう展開的にしょうがなかったかな。切り替えていきましょう。そろそろ当てたい10レース。ずっと深谷の調子がいいので、相手は強いですが、まくりが決まるところ、ちょっと展開読めないんですが、深谷の頭から相手579、2時間3点でずっと当たってないので当てましょう。中と中央の2人、9番神奈川現在3番手、後方から一気に3番深谷がスパートした。
一気にかまして出た3番の深谷止めの後続若干5番和田が突き切りだ。さあ3番の深谷が主導権を取っていく。番手5番和田健太郎、そして2番坂井陽が現在3番手、3番手は1番山口、7番の森澤と結んで2コーナーからバックストレッチ入っていく。先頭は3番の深谷、番手は5番の和田健太郎、3番手から2番の坂井陽が巻くで、なんとか残して、いやワンチャンある、ワンチャン、いやちょっと厳しいかな。現在2番手は2番の坂井陽となって4コーナーから先行、3番手は9番からが追い込んでくる。3番の深谷とも色を外を2番9番強襲、いやー、深谷かましちゃいましたね。まあ、ペースがスローになったから、あーするしかなかったんでしょうけど、かましちゃうとちょっと持たなかったですね。11レース、あんまり信用ならないんですが、脇本買いましょう。ラッシャー系から本調子ではないですが、松浦以外のメンバー若干軽そうですし、早めに先行してもありということで、脇本軸から IT19、他社間のマルチですね。4点で勝負したいと思います。すと救ってここで5番の松井幸雄が前に出てきた。1番松浦が現在3番手、2番脇本は後方7番手、ダッシュを迎えていきます。ダッシュを迎えて5番の松井幸雄が先行体制、そして時間を切って現在7番手、2番の脇本雄太、東口ついてて先行体制は5番松井幸雄でレースが入っていく。脇本逃げるのは松井幸雄、脇本行け、いいスピード、めちゃくちゃいいスピード、乗り越えて松浦邪魔だな、松浦邪魔だ、バックスウェッチ、あー脇本ついてけ、脇本ついてけ、あーダメだ、うわマジか。しかし5番の松井粘っている。5番1番並んだ状態で直線コースに帰ってくる。1番松浦有事が抜け出すか、外を8番突っ込むが、1番松浦、脇本はちょっとしばらく買えないですね。本調子じゃないの分かってたんで、松浦から買えばよかったかなと、めちゃくちゃ反省してます。しばらくは脇本信用できないですね。さあ、最後決勝です。いいメンバー揃いました。決めていた、軍事本命でいきたいと思います。実際も勝負権のある走りをすると思っているので、これでも積極的に先行したい選手って、新山なんですが、後ろが浅いなので、かましになると思います。実際のペース先行か、新山がかましてっていう感じで、やっぱりなんだかんだ軍事はかなりいいポジションに入れるかなと、準決勝みたいに、古性とか清水の横が少し怖いんですが、そこ考えたらもう買えないので、もう黙って軍事の頭から期待は勝負に出てもさすがに残れないと見て、2着は期待以外の全流し、これでもオッズがめちゃくちゃいいので、今日相当負けてるんで全部取り返しに行きたいと思います。勇気、神奈川勢が前半に行け、期待先行しろ、清水が中段4番手、やばい、新山来そう、期待行け、期待飛ばせ、飛ばしてけ、期待、あー新山来る、期待来たよ、うわー新山スピードいい、新山、あーかまされた、やべえ、あーでもなんとかなりそう、なんとかなりそう、軍事いける、いけ、期待、さあ詰めて、よし、これ来たんちゃう、これ来たんちゃう、あこれ来たんじゃないですか、やばい、期待残ったら嫌だけど、よっしゃ、軍事、俺の清水来た、軍事不明、軍事、軍事佐藤不明、軍事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 、オッケー、はい、いつものようにエンディングを当日取り忘れましたので編集しながら別で撮影しています。途中までがっつり負けて意気消沈気味だったんですが、最後軍事がやってくれましたね。赤パン脱いだ軍事は似合わないなぁと個人的に思っていたところなので、この早い段階でグランプリ確定させてしまったのはかなり嬉しいですね。そして次回は3月3日玉野の G3 決勝の日の動画になります。やることが立て込んでいて編集がいつ終われるのかわからない状況ですが、楽しみに待っていていただけたら嬉しいです。